ものすごい殺気でございます。大変お強そうな方ですし、まともに交戦しても勝ち目は薄いような気がいたします。ああ、毛をされてしまっております。あの方は主様のお知り合いということですし、素直に顔を見せて心を込めて説得した方が良さそうに思えます。隠れていないで出てきてほしいな。あんまり細かい作業は得意じゃないし、できれば正々堂々真っ向から立ち会いたい。まあそちらが礼儀を重んじずに奇襲をしたいなら構わないけど、それならそれでこちらもお上品には対応しないよ。さらに迫力が増しました。あの方の背丈が急に巨大になったように感じます。お待ちください。私たちはあなたの敵ではございません。子供か。迷子ではないよね、多分。たとえ迷子でも面白半分に忍び込んできたいたずらっ子でも関係ない。王宮に侵入した者は誰であれ処罰する。陛下が定めた法によりその行為は禁じられている。それを破る者は看過できない。警備とはいえ国家反逆罪に当たるからね。うんと叱りつけて反省してもらってお家に帰ってもらう程度で済ますわけにもいかないんだ。何と説明すればよろしいか分かりかねますけど、どうしましょう、主様。ああ、やっぱり君だったのか、少年。声が聞こえた気がしたんだよ。幻聴だったらよかったのに。残念だな。君みたいないい子を始末しなくちゃいけないなんて。主様が姿を見せたのにちっともあの方の殺気が減じませんね。大抵の場合主様のお知り合いの方は話せば分かってくれるのですけど、目論見が外れてしまったでしょうか。どうしましょう。ふむふむ。君は大事な友達を助けるためにこの王宮に侵入したんだね。厳重な警備をくぐり抜け命を賭して、おとぎ話の王子様みたいに感動的な話だね。拍手ぐらいするし涙も流そう。でも法を破った君を同情して見逃してあげるわけにはいかない。申し訳ないとは思うよ。でも何度でも言うけどこれが私の仕事だ。狼藉者は成敗する。たとえ君でも。どうしても見逃してはくださらないようですね。最初からそう言っている。それでは仕方がございません。主様、私を強化してくださいまし。力押しで突破いたします。残念だけどそれは無理だ。主様、やはり首を落とすべきだったかな。私もほとほと甘い。あなた決して許しませんよ。主様に被害を加える者は私が排除いたします。できるかな。我らナイトメアをあまり舐めないでほしい。ちなみに解説しておくと、地下監獄の入り口の前に立っている鎧の中身は空洞だ。そこに私の音波を受信する筆跡を入れてある。新しい部下に魔法が得意な子がいてね。君たちが空っぽの鎧を警戒すればするほどこっそり背後から忍び寄る本物の私に気づきにくくなる。騙し討ちみたいで気がとがめるけどね。オクトー君は性格が悪い。でも効果的だ。これで罪だよ。もう抵抗しないでおとなしく捕獲されてほしい。いいえ、まだ私は戦えます。君では私には勝てないよ、可愛い子ちゃん。私が少年の知り合いだと分かったせいかな。必死に突っ張って見せてはいるけど殺気を感じない。君は優しい子だね。でもだからこそ君は私を殺せない。私には勝てない。だからこれでもうおしまいなんだよ。